サルドリー一世当時のウラルトの藩と、紫色はアッシリア帝国の藩とサルドリー一世は記録がよく残っている最初のウラルト王。ウラルト王国の建国期に関する記録は限られているが、紀元前844年頃にいるティプリの息子、サルドリー一世がアラマに代わってその王位についたと考えられている。紀元前9世紀初頭まで、 アナトリア半島東部の高原地帯には、内里と呼ばれる部族が分立していたが、アッシリア帝国の脅威が迫ると、アラーマトル・ティプリの下で修練され、中央集権下が進んでいったと考えられている。サルドゥリは、最初の統一されたウラルト国家の王であり、バンコハンのトゥシュパニミアコした。1916年に、ロシア考古学協会により、バンで発掘されたサルドゥリの碑文の内容は、 以下の通り、ルティプリの息子サルドゥリの秘文である。大王、強い王、世界の王、内里の王、並ぶ者なき者、尊き神官、戦を恐れぬ者、反逆者を鎮めしよう。ルティプリの息子サルドゥリは、あらゆる王から貢ぎ物を受けた。ルティプリの息子サルドゥリは、以下のごとく言った。この石灰岩をアルニュールの町より運び、この壁を作れと。サルドゥリは、 組織的な軍隊を編成し、ウラルトへの遠征を繰り返すアッシリア帝国にも互角に立ち向かったと思われる。アラマの時代以降ウラルトはアッシリアの軍事組織や政治システムを模倣してきた。サルグリの時代にウラルトの武器は青銅から鉄に置き換わっていった。また碑文などで初めて設計文字によるウラルト語の筆記が行われるようになるが、 当初は簡略化したアッシリア語で書かれていた。ありがとうございます。